リアさんのアマゾンの注文履歴全部見せてください。エッチのニットとかも出てきましたよ。え、出して大丈夫なんですか。ちょっと2013年にクリスマスのそんな魚持ってんの。すっごい高そうなとかっていう。マリアさんお疲れ様です。お疲れ様です。マリアさん今日は一段と爽やかですね。ありがとうございます。ちょっともう初夏を感じる感じじゃないですか。爽やか。髪色も落ち着いてきて。そうですよ、あんなマーブルーだったのに。いい感じです。今僕は以前の意地悪をしたつもりだった。ごめん、意外と気に入っちゃってます。はい、今日はですね、はい、ちょっとそんなマリアさんにね、うん、ちょっと仕返しをしようと、もう一回チャレンジしようと思って。仕返しは私でしょうよ、したいのは。おかしいじゃないか。ドッキリとかじゃなくて今日は、うん、許可を得てやろうと思って、うん、見せてもらいたいものがあって、はあ、マリアさんのアマゾンの注文履歴全部見せてください。ね、人だったら1つか2つぐらいちょっと見られたら恥ずかしいもの。いや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 、ちょっとおかしいって。履歴見るなんて完璧プライベートじゃん。やばいですよ、完全プライベートですか。どんだけ晒さなきゃいけないの私。すごいの、もうすっぴん晒したり。いやいや楽しみだな。じゃないよ、 OK してないぞ。いやマジか、怖いよ。はい、募集です。募集なの。私が見ます。おお、なんか1個目からちょっと地味でしょ。でもナチュラムーン。あ、ナチュラムーン知ってる。ナチュラムーンって知らないです。ナチュラムーンってこれちょっと男性の方が見てたらんって思うかもしれないんですけど、実はこれ生理用品でして、他のナプキンと何が違うかっていうと、普通の薄くてさ、なんか吸収率が高いやつっていうのは結構凝固剤みたいなの入ってて、それもう大事なところから熱をどんどん奪ってってしまうので、逆にこう子宮冷えてっちゃったりだったりとか、私の友達もみんなこれ紹介すると生理痛がずっと重かったのが治る。そう、もうすぐ治る。鎮痛剤とか痛み止め手放せなかった方にぜひ試してほしい。私結構重いんです。あ、使ってみて。使ってみようか。うん、本当長年の苦労がもうこれで本当に払拭されるっていう方多いんで、チューラムーンで検索してください。ただただめちゃめちゃいい商品じゃないですか。そうですね、そうですよ。ちょっとつまんないですね。でもちょっと恥ずかしいよ、一応男性も見てるのに。なんかな。まあ、そうですよね。絶対一つぐらいあるぞ。いや、どうだろう。もう本当に下まで見ますね。いいよ。なんだろう、何買ったかな。ポケモンカード。あ、それはね、ムネ君のお友達のお誕生日にリクエストがあったんで、ポケモンカードのセットを買いました。結構まあまあいいよね。めっちゃでかいですよ、これ。めちゃめちゃいっぱい入ってるやつ。そうそう。いくらなんですか、ポケモンカード。3000か5000ぐらいじゃない。高い。でも1枚じゃないよ、ボックスでもセットだもん。ウィークあれじゃない、鬼滅の刃の時の。心優しいだけだ、守れないものがある、分かってる結果、水面から絡まるぜ。はい、あれもアマゾンさんで揃えたんで、ぜひまだ見てない方は、はい、概要欄に載ってます。はい、ぜひ見てください。ダンスとね、いろいろやりました。メイク動画もめっちゃ頑張って練習しましたね。はい、お願いします。本当に水ファンデーション、ね、水ファンデーションはね、なんかすっぴんの時とかマスクが今多いじゃないですか。だから手軽に日焼け止めと美容化粧水美容液系と、まあ、ファンデーションまとまってるやつ欲しいなと思って探してたんだけど、探してたらそれが出てきて、分離してるから振って使う。BB クリームの化粧水版みたいな感じですかね。それを買ってみました。なんかイヤホン多くないですか。あ、イヤホンはね、イヤホン多い。同じの2個。うん、さっきもあったし、あ、これは変換器か。結構ガジェット系感ですね。機械ね。好きですか。ほら、ムネ君も使うようになったりとかして、今さ、全部充電が刺さないとダメじゃん。で、あれがもうめんどくさくて、一緒になってんの買ったね。なんかめちゃめちゃカーペットとかこたつとかなんか。あ、このカーペットとこたつ見たら、なんとなくね、家想像できちゃう。いや、こたつはね、今年はね、ソファーの高さにバッチリな、ソファーでご飯食べる時用の、ちょっと高さ変えられるね、机を買って、でそれに合うこたつをちゃんと買ったんですよ。こたつ布団と敷布団と。で、今時ってもやっぱアマゾンさん全部持ってきてくれるから、店で買うとかよりも結構サイズさえ測ってちゃんと合ってれば便利ですよね。だから僕、前のドッキリのリベンジですから、絶対探し出してやる。いやー、でもないよ。これは何。メガロドン。メガロドン。で、何それ。ナーフメガロドン。何それ。ムネ君がもうアマゾンで自分で好きなおもちゃ探して、
スクショしといてこれくれみたいな、これが欲しいみたいな。ふんどし、ふんどし、あ、これはこれは滝行の時に買いました。越中ふんどし、越中ふんどしって何よっつってまず検索して、そしてアマゾンさんは本当何でも売ってるよね。越中ふんどし売ってたよ。なんか滝行に行った時のムネ君の越中ふんどしは、あれはもうアマゾンさんで買いました。滝行のも見てみんな。もう命からがら本当頑張りましたんで、ぜひとも見てください、ね、決死の思いでやりました。注文履歴にふんどしある人なかなかいないそうだ、面白いの出たね、やった。そうですよ、あと本が多いんで、あ、本屋さんに行くよりもなんか検索してて、そのタイトルだったりとか著書の人のお名前で検索して買うことが多いんで、もう結構その今発売してるやつじゃなくて昔の本で資料として買うことが多いんで、でそれでですかね。いや大してないのよ本当に。どんなの想像してたみんな。ちょっとな、なんかちょっと言えないようなものが入って、言えないようなもの、アマゾンで買わないっしょ。ちょっと内緒で BTS グッズ取る。ああ、検索はしてますけどね、日々。新大久保ロケで爆買いしたいなと思って。なるほどなるほど。はい、今もう本当にこの欲求を溜め込んでおります。なるほどなるほど。そうなんだよ。あ、ちょっと下着出てきました、下着が。あ、どれ？ノンワイヤー超盛りブラ。え？どれ？ああこれね、はい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 、買いました。これは出して大丈夫なんですか？もうどうしてもいいですよ。エッチなニットとかも出てきますよ。エッチ、そこまでエッチじゃないじゃん。そこまで、ここあ流行ったんだよ、ここ、ここがちょっと空いてて、ね、ここが首輪みたいなって流行ったんだよ。くんのパンツまで出てきちゃいました。ああそう、あのムネくんのパンツよくアマゾンで買います。めちゃめちゃ面白い。やっぱ過去に遡るとめっちゃ面白いこと、2013年にクリスマスの、そんな遡ってんの。どんなの遡れるの、そこまで。サンタコス買ってますけど、あ、サンタコスはもう衣装自分でやってるんで、イベントですよね多分。イベント用です、イベント用。個人的なものかと思います。家でもね、そういうのはね、まあ、クリスマスの時期来たりは。サンタコスめっちゃ買いますね。マジですか？あ、毎年だってちょっとモデルチェンジするじゃないですか、少しずつ。ムネ君の成長が見られますね、この靴のサイズとね。あ、そう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 。ちょっとそれ何年それ？これ2015年ですね。だってもう哺乳瓶のあの加えるところのやつとか出てきちゃってんじゃん。8年前。すっごい高そうな真珠のネックレスを買っている。ああ、それ観光捜査用です。ちょっと家庭的だな。入り用で、それはそうでしたね。それもね、確か舞台かなんかで衣装で確か揃えなくちゃいけなくてだった気がする。観光捜査めっちゃ買ってる。それあの衣装でした、うん、もう自分なんですね。あの小劇場とかの時はそうやってね、自分で探してっていうのもありましたね。大したもんあとないね、面白いもんね、何にも。ちょっとエッチなやつとか出てきたらよかったです。エッチなやつは私見ないでしょ。今アマゾンで買う人がなかなかいないかな。マリアさん、はい、ちょっともうちょっと僕期待してたんですよね。やだ、そんな勝手に期待されても困る。もうちょっと恥ずかしいのが 2,3 個出てくると思ってたんですけど。ねえねえ、メンズじゃないしさ。一応もうさ、40、40歳のさ、まあ私がよ、そんなアマゾンで買うものなんてたかが知れてるでしょう。こたつとか。ちょっと待って、本来どういうのがあれば、もっとエッチいのがあればいいなとか思ったっけ。もしかしたらマリアさんのそういう普段見せない部分があるのかなって思う、うん、と言うってことは、多分コウさんはそういうのがある。そうだね、メンズロが見たいね。痩せたらいいですよ。え、痩せたらいい。なんで痩せたら関係ないじゃん。ちょっと待って、あのさ、取れ高足りなくない。そうですね、うん、まあ僕がまだまだね、これからもっとマリアさんをね、うん、ちょっとやっちまったなっていうような仕返しをね。なんで仕返し、仕返しだから私がする方だっては。仕掛ける方ね、仕掛ける方ね、はい、仕掛けをね、あの、うん、どんどんしていくので、ぜひ皆さんその目に焼き付けてください。ひどい、なんだろう、何されるんだろう。というわけで、あの、交互期待ということで、今日はね、こんな感じでちょっと地味になってしまいましたけれども、まあこんなもんですよね、本当に日常生活でね、普通に買うとしたらね、そんなに高価なものも買ってないしね、意外と真面目な私をお伝えできたんじゃないでしょうか、ということで。好感度上がっただけじゃないか。イエーイ、やったね。皆さんぜひともね、私はこんなもん買ってるよとかね、いろいろこんなこと期待してたのにみたいなコメント何でもいいんで、ぜひとも書き込んでください。
ちょっと遅いけどちゃんとお返事しておりますので、ぜひともよろしくお願いします。グッドボタンもよろしかったらお願いいたします。というわけで本日も見てくださってありがとうございました。チャンネル登録またの方よろしくお願いします。バイバーイ。